岡部さんのチャレンジ30秒間ピボットでボールキープです、はい、どうぞ。草薙さんも草薙さんは大丈夫ですよ。ピボットいらないんで俺は両足草�薙さんはピボットいらないですよ。はい残り15秒話していいからもう終了。何で見られないよ。さあ席に戻りなさいよ。もう席に戻りなさいよ。強いよ強い。強いよな。強い強い強い。体大きいから得意です。強い。草薙さん結構難しかったです。体大きいから。ちょっとバスケもやってきたから。余裕に取り揃う時ありました。草薙さんはピボットしなくていいんです。そうなの。そうです。僕だけピボットっていうつもりだったんで、まさか草薙さんも軸足つくということは。社交ダンスみたいになってます。いやそうなんです。ピボット以上今。いやあんな岡部さん言ってないですもんね。草薙さんはピボットしなくて大丈夫ですって言いました。俺が言わなきゃダメなんですよね。うまいうまい。親切だよ。やっちゃうから草薙さんは。僕ですねバスケやってて初めての状況だったんです。ダブルピボットはないんで。こういう試合ももしかしたらあるかもしれない。さあ続いて秋山さんお願いいたします。はい。手前味噌ではありますがお絵描きの達人です。達人というか好きです。絵を描くのが好きです。はい。そうなんですね。昔からやってたんですか？そうです。昔から好きで今インスタグラムに絵だけ描いてあげてるアカウントをやってるんですけど、ちょっとだけ持ってきましたんで見てください。はい。お願いします。こちら。3コマ漫画なんですけど。はい。これが？じゃあ鬼。はい。続いてお願いします。はい。どうぞ。続いてお願いします。はい、これかっこいい節分の鬼ですね。なるほど。投げてどうぞってことで。ゆるいこれぐらいゆるいのやってるんですけど。投げていいですか。どうぞ。イケメン鬼だ。確かに。もう一つあります。お願いします。はい。はい。次お願いします。はい。次お願いします。はい。一回外確認して出る鳩。なるほど。めっちゃ可愛い。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。やっぱ香取さんね書かれますよね。可愛い。これはかなり強い。少しだけど引いた。ちょっと掴みましたね今。これいいんじゃないですか。可愛らしい。いいアピールタイム。だいぶいいタイム。はい。そして菊田さんですね。どうでしょう。私手前味噌ではありますが、ゲームコントローラーの連打の達人です。はい。ボタンの連打です。いわゆるあれで僕もう人に負けたことがないんです。はい。だちょっと今日みんなに戦いたいなと思って。連打バトル。連打機を用意してるんで。めちゃくちゃ早い。高橋名人だ。これ片手です。両手でやっちゃダメでしょこの。これダメですこの押し方。これです。一本で。これ高橋名人がやっていたシュウォッチで全員と戦う1本ですよ。全員と戦うので皆さん進んじゃったちょっとどうやってこれもボタン押したらもうみんな指示なしで勝手にいじるのやめてください。だってこれわかんないもん。何か僕ら今指示しましたか？押さないでください。ボタン押したらもう始まっちゃうんで10秒。やり方説明してください。これ10秒ボタン押したらもう勝手に始まります。で一本指です。で10秒です。はいで僕が用意スタートって言ったらじゃあ皆さんでいきます。セレクトボタンで。OK ですか。セレクトボタンでシューティングをまず選ぶ。多分皆さんもなってると思うんですよ。なってます。OK です。スタート。でそこでスタートをして A、B ボタンどちらかのボタンを押したらスタートになります。なってない。セレクトボタンでシューティングを選んでください。これでやったところで。ほらもうみんな勝手に押すから。シューティング。押したくなっちゃうかみんなね。160。さっきまだ連打してって言ってないのに連打してましたよ。やめてください凛太郎さん。いいですね。何指使ってもいい。何でもいいです。一本指でお願いします。1個のボタンを。10秒ですからね。いきますよ。はいよーいスタート。あれ変なちょっと。さあどうだ。どこで終了はどこだ。早いぞ。みんな早いぞ。終了。ださい。コントローラーを下に置いてください。コントローラーを下に、はい、手を上げて。ありがとうございます。じゃあまず菊田さんの回数見ましょうか。発表お願いします。116回です。多いんじゃない？はい、116です。さあじゃあこれより上だという方、挙手。